はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。キラ・ヨシカゲです。皆さん、ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画ご存知ですか？キラ・ヨシカゲっていうね、まあクソサイコパスエグゲグ野郎がいるんですけども、そいつが飼ってるストレイキャットっていうモンスターがいまして、遊戯王にもねストレイキャットがね実装されたんでね、使っていこうかなと思います。ネコーンっていうモンスターですね。これめちゃくちゃ強いんですよね。これマジで強いです。これ可能性の塊。これどういう効果持ってるかというと、特殊化に成功したら、フィールド魔法サーチです。これめっちゃ強いんですよ。何でもサーチできるんで。だから何にぶち込んでも正直いいんですよ。フィールド魔法系カードが活躍するってなれば。で今回は植物族なんで、こいつが立夏にぶち込んできてますと。立夏はね、立夏サーバロンは展開力がすごくて、先行でめちゃくちゃな妨害を用意することができるんですけども、このね立夏の強いところはやっぱりね、フィールド魔法にあって、この立夏コンコンっていうカードがフィールド魔法なんですけども、これがね相手のモンスターをリリースすることができるっていう効果がありまして、これをネコーンでサーチできるのが強すぎます。これ今までは3シードゲニウスロキ1枚から、ある程度の展開ができたんですけども、ネコーンが来たことによって3シードゲニウスロキ1枚から、立夏コンコンと薄らいセットして、それからベンガランゼスとファイペルトンに、ストレナエ、墓地白姫まで確定しました。これめちゃくちゃ強いっすね。結構今ピュアリーが割とだいぶ多くなってきてると思うので、拮抗勝負とかが結構きついんですけど、立夏って拮抗勝負とかあんま飛んでこなくなってきてるかなと思うので、トラップカード無効がないんですよこのデッキ。ただ魔法カードとモンスターにはめっちゃ、結構強くて、モンスターには特にハイペルトンで魔法を吸収するっていう動きも確定したんで、今回ね。なんで、魔法モンスターはハイペルトンで止める。でモンスターを白姫とか、あと薄らいで止めて、モンスターバウンスをベンガランデスでするみたいな感じの妨害がこいつ1枚からできるようになったと。さすがに強い。ちょっと展開見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。拮抗勝負だいぶ減ってきてるので、結構ですね、回しやすくはなってますね。ちょっと立夏ってね、これ猫を引いちゃってるか、どうしようかこれ。猫を引いてるけど、でもあれか、スノードロップいるから普通に出せるか、こっちから行くか。要はピュアリーがちょっと拮抗勝負は効かないじゃないですか、別に。エクスペリノワールいるからあんま関係ないみたいな話じゃないですか、拮抗勝負。なんで、意外と拮抗勝負結構飛んでこないので、何だろうな。とりあえずちょっと一回ツイン出すけど、一瞬優先権移ったよな。トラップカード無効がないんですよ、立夏って。基本的には。基本展開の中で。特殊召喚封じとかまでいけるけどさ、サボクローザーとか、史上最強のサボテンね、史上最強のサボ多肉植物こと、サボクローザーを出せば、いけるんですよ、一応。ただトラップカード無効がなくて、今までは拮抗勝負ガンガン飛んでくる環境だったの結構きつかったんですけど、いけるんですよね。はい。でドリュアスからの、ヒーラー出して、でヒーラーで回復、ウィ、対象でジャスミン効果、こうですね。でなんかあるんだよな、謎にさ一生光ってない、これ。間優先権映ってるよね。打たないってこと、何これ。あれかな、ラビリンスかな。ラビリンスくせえな。こんだけ打ってこないのラビリンスだろ、絶対。書くだろ、これ。絶対書くだろ。どうする、打つか。そこ、じゃあさっき打ちなよ。じゃあさっきのサーチ効果に打ちなさいよ。わかんないけど、これ通っちゃったぞ。ちょ遅くねえか、あいつ。どうしようかな。だからといって意外ときついっちゃきついんだけど。立夏絢爛発動しますか。
天乱発動してモンスターリリースしましょう。で立花生ボタンリリースして、プリムと、それから白姫ですね。サボクローザくん今日は出してる暇ないわごめんねサボクローザくん、ちょっと今ね今出してる暇ないで、白姫を爆誕させて、でレベリオン2体でオーバーレイしてストレナへ。これ根っこを引いてるから貫通だな、実質これ実質貫通だわ。でストレナへ効果発動して、まあなんか回収したいんだけど、何しようかな、これ何でもいいな。これはボタンちゃんでいっか。ボタンちゃん回収でスノードロップ発動、手札に引いちゃってるネコーンはこうやって出せばいいっていう話ですね。で、ネコーン、このネコーンがねマジで優秀でね、これ特殊召喚した時フィールド魔法何でも持ってこれるっていうガチヤバ効果なんですけど、これなんかね、あのね多分いろいろ悪用できると思うよ多分いろいろ悪用できる、これだから、ね、控えの結界持ってきてザワールドとかできると思う多分。うん、リクルートすればいいからねこれで、ハイペルコ、ハイペルトンの、効果でモンスター吸収して、でネコーン効果でリッカコンコンを持ってくると。まあ、植物デッキでね使うのがちょっと強いけどさ、でコンコン発動でコンコン効果にチェーンして、もうハイペル効果発動で吸収絢爛、これで、魔法カードオアモンスター効果が無効にできる。ハイペルトンはねトラップがね吸収できたらめっちゃ強かったんだけどね、ここでねそれちょっとできないんで、で、ここで、薄らいを置いといて、これ薄らいまでってね今までねこの通常モンスター1体が確定しなかったんだよね。こちらに通常モンスター1体から確定するようになったんですよ。だから要するにこれあのちょっとね、あれだわ、もう1体供給できてるとここにベンガーランゼスだっけ、ベンガランデスだっけ、あれどっちだっけ相手のモンスターバウンスするやつが一応立つんですけど、まあ、ちょっと今回無理でしたね。フェンリルちゃんやばいなフェンリルちゃんやばいね、ちょっとフェンリルちゃんパクるか。モンスターリリースしましょう。ストレナをリリースして相手のクシャトリがフェンリルを、パクります。これでモンスター枠ってこれサーチできなくさせます、すべきは知らん。で、立花生ストレナへの効果発動して、あ増字ね、あまあまあ増字はいいわ。で、ストレナへはリリースされた場合にこれは無効にしない、リリースされた場合にコン、こっちじゃない、植物属エクシーズをエクストラデッキから爆弾させられるんで、これティアドロップちゃん出して、でストレナーちゃんが下に入る。はい、これでですね、一応バウンスというか、リリース相手のモンスターリリース、モンスター効果また魔法トラップ魔法カード無効で、なんだっけ、あの白姫の効果でなんかモンスター無効があります。まあ、これはハイペルトンで無効にしてあげればいいんじゃないかな。でもねレベル2消した方がいいと思うんで、これハイペルトンがスプライトとか相手には多分強いんですよね。これビーバーの効果無効にして破壊できるんで、ってことは結局盤面にレベル2が残らねえってことなんですよ。はい、ということでこうしまして、でなんかモンスター効果使ってこようもんなら、あの白姫であのフェンリルをリリースするっていううんこみたいなことできるんで、エンドフェイズ、あちょっとフェンリル帰るのめんどくさいから、ちょっとティアドロップでリリースするか借りたけどちょっと返すの嫌だから、ちょっとこいつリリースするわ、さよならなんだこれ、ガンマ誰、あじゃあ白姫か。はい、白姫効果発動して、フェンリル君をリリースして相手のモンスター効果を無効にしていく。相手これトップだったんだな、全部じゃあガンマトップだったってことですよね多分ね。でティアドロップ効果発動を、さあ勝手に発動されてこれがガンマで、あそっか強制だからあれか、飛んできちゃうのか鬱陶しいな、まあ、ちょっと一応増字投げとくか、一応まあ念のため何が効果か分かんないけど、まあ、とりあえず1枚ドローできるんだとした方がいいかなっていう説はある。でまあ、エンドフェイズだからもう何も起きない、でティアドロップが死亡してしまう、痛い痛ー、絶対に許さん、うわクソカード聞いた、後から引く予想外ほど弱いものはない、ドロー、
ワンフォーワン、まあまあまあ悪くない、悪くないですね。これどうしよっかな。これはまあローンファイアブロッサムかな。ローンファ、とりあえずなんか困ったらローンファ出せっておばあちゃんが言ってました。でローンファ効果、自分リリースして、これハイペルトンの吸収効果を使って OK ですね。モンスターを吸収して増地でいいですね。でもいらないカードを吸収して、ハイペルトンは同じ素材のやつを無効にできるっていう種類よね。だから魔法、今だったら魔法カードとトラップ、モンスター効果ですね。これトラップがね、入れられるともう万能無効になってね、めっちゃ強いんだけどね。でリリーボレア組んで、ですね、これはですね、クソいらねー、予想外してますか、ゴミほどいらないからこれで。リング持ってきて、でリング発動者っていいかな、これリング発動者で、まあまあまあ一応あれか、こっちこうして、でそうですね、アドバンテージ稼げなんでもいいんですけど、とりあえずローファイブロスの中にしといたらまあ間違いない何にでもなれるから何にでもなれるから問題はない。でセリオンズリング発動で、これでレギュラスサーチで、レギュラス出して、まあこれでまあ、ニビルなどなどケアですね。はい、今打点いくつだこれ、まだ足りねえか。リリースだな、リリース、はい。で、伊達になれるやついねえなだ、全員伊達になれなくて草なんだが、もうちょっと一平かこれ、はい。で一平効果発動で、白姫持ってくる、まあ、一応特殊召喚して適当にリンクしますか、まあ、よくわからないけどリンクしとけばいいか、もうジャスミンか、はいはい、これで足りてるな、さすがに。はい、いやさすがに足りてる、 97OK、 バトルフェーズ雑にこんな感じで展開していけば、だけどちょっとあの3ターン目の動き下手くそだったけど多分これで勝ちということで、ネコホンちゃんがね、立花コンコン持ってこれるのがめっちゃ偉いんで、まあ、ぜひね、皆さんも立花デッキにぶち込んで使ってみてください。郵送権限。双剣ね、これさ、たまに当たる双剣さ、マジで強くない今、双剣ってどうなんだろう、これさ、たまに当たる双剣マジで強くて勝てねえんだけど、これどうしたらいい、これ。なんか、このデッキがあまりにも強いという話が実はありまして、ちょ、通って、お願い、はい、はい、通るわけないんですよね、まあ、そんなカードがね、増殖する G とかいうカードさ、絶対通んないけどさ、入れとかなきゃいけないのうざいよな、絶対通んないくせに入れなきゃいけないんだよな、これ、ちょっとさ、うららでさ、増殖する G ケアできるって仕様やめません、墓穴マスターズどっちかってまだいいけどさ、うららでさ、あの幼女がやっぱゴキブリ食べるの絶対おかしいと思うんだよね、完全に栄養バランス崩れるでしょ。まあこれは石バロー、プロートスクラムで行くのかな、ちょっとまあ冥王結界派がワンチャンあるかなと思うんですけども、ビッシュだきましたね、ビッシュだきましたので、次のターンはワンチャンバウンスが入るかもしれないといったところですね。これは多分バロネスが出てきますね。まあでもこの辺は別に多分ね、あの冥王で、まあ、黙らせれるんで、まあ、このここまではいい、まだ言うて、それが何か言えるんだよな、伏せ2枚はきついて、いやーこれ無限とかね、双剣暗転とかだとガチでやばいんだよね、うわーゴミカードだー。ではこの場面を処理しましょう、まずは冥王結界派いやまあちょっと処理できるかどうか全く分からんけど、冥王結界派で打つわ、まあ、セリオンズリングを発動し、いやあの伏せカードなんだろうねマジで、ちょっとそれだけがね、気になる点ではありますね。で
で立花絢爛を発動せざるを得ないといったところなんでしょうね。これ一平しかないですかね、さすがにね。で、私一平ちゃんを召喚したいんですけど、何かありますかと。で、一平ちゃんの効果、これ何なんだろうな、このチェーンな。あー、紅葉か。まあ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 、これは入ってたよな、俺1枚紅葉。たまにあんだよね、ドヤ顔で抹殺打ったけどあれみたいな入ってないみたいな。入ってるー、あぶねー、入ってるー、インテル入ってる。さあ、これで無限包囲を無効にして、ひとひらが通る。さて、あの伏せカード何なのか問題。あとはこれどないしよう。まあ、一応コンコン持ってこれるようにしよっか。ちょ、もうなんか絢爛使ってんだよな。絢爛使っての痛すぎ、わろたなんだけど、まあ、ちょ、立花生ボタン発動します。で、特殊召喚します。これはなんかバロネスのチェーンなんじゃないかと俺は思ってるんだけど、どうなんだろうね。ちょ、あの伏せカードがさ、なんだっけ、双剣暗転だったらさすがに無理。まあ、立花コンコン発動して、で、これに多分発動って言って、チェーンされなかったら、絢爛じゃないと、暗転じゃないと、暗転じゃなさそうだね。暗転じゃなさそうな気するんだよな、じゃあ。いや、暗転だったらね、多分さすがに打ってると思うんだよね、これ。なんで、まあ、とりあえずセリオンズ、リリー・ボレアちゃんを出していきましょう。で、ボレアース出して、魔法トラップサーチないので、これとりあえずですね、2体で、これ人格するしかないんじゃないの。これピオーネで人格するしかないだろ。ちょっと頼む、当たれ人格ピオーネいけ。うわー、それお前、あ、オッケー、あ、クローザーダメ、あ、オッケー、きたー強い強い、めちゃめちゃ強かった。ピオネ陣掛け成功、これは来たぞ、これはいけるかもしれん。ブロッサム、ブロッサムだな、ブロッサム、ブロッサムだな、ブロッサム効果発動しよう。ブロッサム効果発動を、これはまあどっちでもいいんだが、これスノードロでレベル8にして処理しに行かないといけねえよな。ちょっとさ、盤面しょんねえとさ、あれ残るとめんどくせえんだよな、さすがにな。だからスノードロップの効果でレベル8にするわ。こうしてだな。で、ティアードロップちゃん出しに行こう。ティアードロップちゃん出しに行きましょう。こうですね、ここと、ここちょっともう一回、ね、リリースできれば最強だったんだけど、ちょっと絢爛使っちゃったんで、ちょ無理でしたね。絢爛初動じゃなければな、いけたんだけど。で、ティアードロップ効果発動します。リリースしましょう、モンスターを。まあ、一応、まあ、安全なことないと思うけど、石器章。はい。リリース。よし！よし！いいぞ！よし、OK！バトルフェーズ。これでバランスショル、OK！ 名誉結果は意外と仕事してくれたわ。いいぞ。いいぞ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 、名誉結界杯仕事してくれた、ありがてえ。これはや出す必要ねえな。まあ、これ何もやることないんでエンドですね。さあ、相手の伏せカード何なんだろうな。多分ハカラとかでも打ってると思うんだよね、対象に。ハカラでもない、抹殺とかなのかもしれないね、もしかしたら。あの伏せカードなんかさ、とにかくなんかあんま使えないカードな気がするわ。双剣持ってこられるは持ってこられる、タイヤね、了解、いいでしょう。で、タイヤ召喚、タイヤ効果も全然良くて、でトークン出てきます。で、増字打ちます。一応1枚ドローします。墓穴じゃないんだよ多分、あれ墓穴って言ったか、墓穴ではない。抹殺でもでもなんか打ちそうだよな、増字だったら。でもそれ以外に使えねえからなんだ。無限包囲でも絶対打ってるでしょ、双剣暗転でも打ってるでしょ。あの伏せ方なんだって、クソブラフか激肝ブラフか、ちょ、わからん。とりあえずちょっと薄らい発動するわ。で、モンスターリリース、ちょ、お前のその双剣トークリリースするわ。で、お前のモンスターくれ。さあ、効果を使わせた後に地獄のような
効果によって相手のモンスターパクって実質モンスターなかったことに何誰やるやんやるやん、そういうことか、リブートか、なるほどな。まあちょっととりあえず、打点は上がるわ。まあでも大丈夫だわ、でも大丈夫、遠くになかった、オッケー、ピオネにしか殴れない、オッケー。まあこれは別に殴られてもいいですね。まあ ワンチャンないと思うけど、次に出てきたモンスターを処ればなんとかなると思うので。うわ、またセットあんの、セットありすぎじゃない。まあ暗転かもしんないから一応リリースするわ、さすがにな。でこれタイヤをリリースする、で打点が上がる、でシトキラが戻ってくる、オッケー。でこれで暗転も一応ケアできている。あとは8000打点を出せばいいだけか。なるほど、8000打点はもうなんかクソ適当に展開してもできるのか多分。やべえ、よくわからんけど時間がなってきた、ちょっとやべえやべえやべえこれでオッケーで、はい、はい、対戦ありがとうございました。いや、まくれるもんですね。うわ、なんもねえじゃん、猫めっちゃ来るんだけど1枚しか入ってないのに。お前さ、きつい、魔導書の審判やばいから来た、魔導書の審判、何ピュアリリリやばい、まずい、魔導書の審判ピュアリだこれピュアリーの速攻魔法の発動回数で稼いで、なんかやばいモンスター爆誕させようとしてる、もしかして。じゃあやばいやばいやばい、あ、ちょ、コスト強っ、コストっていうか手札捨てるカード強っ、コストではないんだろうね。暗黒界のブラウド1枚ドローしながらピュアリーの効果でめくって、で3枚めくって、いや外せ、でこれやばいぞ、これ当たり続けるとこれマジで一生魔法カード発動されるぞ。うわ、当たった、弱すぎる、調教が成功している相手のピュアリー。ちょ、これはね、さすがにやばいかもしれない。でしかも1枚どうでしょう、やばすぎなんだけど。でこれ魔導書の審判とかいう激肝カードでさ、まあ何を持ってこられるかっていう感じなんだけど、魔導書の審判っていうカードはそのターンに魔導書の審判以降発動した魔法カードの数だけ、デッキから魔導書を加えて手札にサーチして、でそいつと、そいつよりも同じ、そっちよりもじゃない、なんだ、その加えた魔法カードのレベル以下のレベルを持つ、なんかその魔法使いを出せるよみたいな効果なんですよね。まあ、あの昔はね、ゴッド上限システムっていう、システムがあって、魔導書の審判を発動した後に魔導書をいっぱい打って、であの上限っていうね、あの特殊感できないあのパキオロみたいなモンスターがいるんですよ、魔法使い族版の。あいつを出して、で特殊感封じながら、ちょっとお前のさ、ピュアリー調教成功しすぎだろ、ふざけんなっていうね、動きがあったわけですよ。なんかそれを今ね、令和版ゴッド上限システムみたいなマジでやばい展開しようとしてて草なんだけど、これ。いや、もうすでに7素材になってマジでやべえな、プランプ。8素材ノーアル確定したやん、これリンクリボーでランク1か。え、これは誰が来る、あ、ナイチンゲールか、めんどくせえな、ちょ無理やって、それは。え、でここからの魔導書の審判のバカみたいなサーチ入るんでしょ。あ、プランプレノワールね、まあ、それはいいわ。で、まあ、こっからエンドフェーズ入りますと、で魔導書の審判の効果適用される。いや、これやばすぎるカードが何枚させるの、これ。1,2,3,4、そんな入ることある、お前。よくデッキの枠足りてんな、それで。でレベル5以下の魔法使い族攻撃表示はそれ煽りでしょ攻撃表示煽りすぎるだろ、それ。やばい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 、行かれとるて。今から皆さんにあのお見舞いするのが伝説のネコンビートです。伝説のネコンビートいきます。いけネコン、上下を消し出せ。はい
もうノワールの効果使うまでもないの草。サレンダーで逃げろ猫ーン猫ーン